本音でがしたい。本音でがしたい。本音でがしたい。この本音でがしトーク、吉本芸人が、嘘とか偽りとかなしでおしゃべりをするって、そういうね企画でございます。どうか皆さんよろしくお願いします。まあね、ちょっと僕一つねお話ししたいことがありまして、まあね、マネージャーと連絡がつかない。なんか言ってたね、愚痴ってたね。はい、言ってたじゃないですか。見事マネージャーと連絡つきました。ありがとうございます。まあね、あれ、その連絡がつかないというのは年末年始で、すごいなんか忙しかったみたいな。忙しい。連絡がつかなかった、無視されたわけでない。忙しかっただけで、これはもうちゃんとね、連絡取り合えるようになったんで、よかったです。皆さんご心配おかけしました。ありがとうございました。どうなるか一応したいかもね。まあ、このチャンネルだけを担当してるってわけじゃないからね。そうですね。ありがとうございます。そういうことでね、よかったということなんですけども。みんなさ、みんなさ、ちょっとさ、最近さ、どうなのよ。どうなのどうなのどうなの、何に対してどうなの。こっちこっち。え、これ中指いや違う、そう、なんでだよ。見えるだろう、あなたたちには。こうやってあなたたちには見えるでしょ。どうなってんの、どうなってんの、どうなってんのって。ここでしょ。いや、見えてるから。そうですよ、どうなってんですか、中丸くん。女の子の方どうなってんですかってね、来たですよね。まあ、僕はね、婚活企画スタートしましたよ。で、一般人も婚活企画しますよ。てっちゃんどうなの。あ、なんか、狙ってる子はいる。狙ってる子はいる。あ、それは前にも言ってたからね。そうそうそう。それは前にも聞きました、そう、狙ってる子どうなったんですかという話じゃない。なるほどね、はプランでは、プラン、何ですか、プランって。ああ、何ですか、何ですか。まあ、1回目デート行きます、2回目行きます、で、そこで徐々にステップアップして、3回目の帰り際に告白かなって。なるほど。お、もしかしてじゃあもう1回目のデートっても決まってんすか。いや、バレたらダメ。まだ決まってないけども、まあ、プランとしては、そうそうそう。なるほどね。で、はいはい、この放送が3月の終わり頃じゃん。マジで3月中頃ですね。中頃か。はい、じゃあ、多分終わり頃に1回目、で、向こうも忙しいだろうから、4月の中盤かな。なるほど。それに2回目。で、後半頃に3回目で、4月の後半だから、ちょうど桜が切り際で一番綺麗な時期じゃん。まあ、桜も完璧散ってるよ。あ、そう。僕、4月12日誕生日なんですよ。4月12日。まあ、自分の誕生日の時で何となく覚えてるじゃないですか。桜もう散ってます、最近。あ、そう。もう、僕が小学生、中学生の頃は、まあまあもう桜がもう本当まあ真っ盛りみたいな時で、だんだん高校大学になってきて、なんかもう桜吹雪の季節になっちゃって、最近ではもう桜なくなってきましたね。4月じゃなくなってきて、なくなってきましたね、桜は。じゃあプラン崩れたの。崩れちゃった。ごめんなさいね、崩しちゃって。崩れちゃった。ごめんなさい。プランでは3月の夜桜だ。はいはい、夜桜。あ、いいっすね、夜桜。いいっすね、吹雪の中で。いいっすね。は国道かなってプランだったの。夜桜でもいいですね。崩れたね。どうですか、女の子から見て夜桜ってどうですか。ああ、いいんじゃないですか。やっぱいい。いいと思いますよ。僕も好きですよ、夜桜。は昼間の夜桜の方が風情があるからね。で、あとね、やっぱこれ気持ち的な問題だと思うんですけど、はいはい、冬ってやっぱりちょっと中にこもりがちなんですよ。そうそうそう。気持ちがね、ちょっと中にこもりがちなんですけど。春になると暖かくなってみんな外に出始めて、で、春物も着れるし、服。春物も着れるし。で、だんだんテンションが上がってくるんですよ。そうなんだ。いい時期だと思います。やっぱ春は出会いの季節って言いますからね。
でも桜ももう散っている、まあ、散っているんだけども、でも春は出会いの季節ですから、うん、そのちなみにその女の子って年齢おいくつなんですか、うん、年齢おいくつなんですか、さあ、いや、さあなの、まあ、ここではコンプラに引っかかる、コンプラ引っかかるコンプラ引っかかるとか引っかかんないわ、引っかかんないでしょ、うん、やめてくださいよ、本当放送できないじゃないですか、引っかかっちゃったらね、うん、大丈夫でしょ、あ、大丈夫だ、大丈夫よ、うん、だから、まあ、まあ、若い子なんですか、じゃあ若い子、若い子なんです、いや、上の方で引っかかるっておかしいじゃん、まあ、そうですまあ、70だとコンプラスに引っかかるとかないですからね、うん、70だった、あ、いいじゃん、まあまあ、倫理的なコンプライアンスで引っかかるかな、うん、目的には、あ、そう、70ってもう どうしちゃったのっていう話になるからね、うん、介護や、まあ、もう介護っていうか、まあ、まあ、どうしちゃったのかなっていう話なんですけども、まあ、うん、若めの子だと、そうだね、で、もしかしたら環境変わります、あ、変わりますね、変わります、うん、環境が変わるっていうことはその分出会いも増えちゃう、あ、なるほどね、ということは早めに行った方がいい、そうだね、それはそうかもしれない、あの、春は出会いの季節なので、うん、てっちゃんにとっても出会いの季節なんですが、相手にとっても出会いの季節なんです、そうだね、ということは早めに確保しても、うん、やってた方がいいと思います、うん、やることやっていきましょう、うん、やることやっていきましょう、やることやっていきましょう、デートとかかな、うん、そうだね、まあ、仮に1回目のデートは行けます、うん、はい、2回目デートするのを、うん、そのデートの時に決めるか、後日 LINE で決めるか、どっちで決めるか、うわー、後日 LINE だとちょっと厳しいんじゃない、うん、僕だったらその日に決めちゃう人だな、そうだね、次もその日はいいんじゃないかな、うん、まあ、今言った通り環境が変わるじゃん、うん、だから向こうも予定が分かんないじゃん、なるほどね、でもそれはちゃんと言ってみるべきだよね、その時、うん、あの日にちじゃなくて、うん、次こういうことしませんか的な、ああ、そうなんだね、じゃあそれだ、うん、次は僕一つ経験談として、はい、結局成就しなかった話なんですが、はい、最初に、僕必ず最初のデートは新宿にしてる決めてるんですよ、なんで、なんでかっていうと映画館がいいところがあって、あ、いいところがあって、はい、必ず僕最初映画見ることにしてる、へ、映画見て新宿バルトナインってところで行って見に行って、はいはい、その時まだ大学生だったから、はいはい、新宿バルトナイン行って、はい、で夕方の時間取るんですよ、はいはいはい、夕方の時間の見るんですよ、なんでかっていうと夕方割り、いや違う、なんでかっていうと終わった後、うん、夜になってます、はいはいはい、で新宿バルトナインって、はい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 、一番上の方にあるんですよ、あ、その、まあ、そうだ、あの、まあ、ビルじゃないけど、なんか、まあ、9階だっけ、そう、9階もか、分かんないけど、まあ、バルト9だけに9階かな、ね、まあ、分かんないけど、違うかもしれない、まあ、そのビルか、まあ、ていうかその建物の上の方なんですよ、うん、で夜景が綺麗なんですよ、そ、あ、はいはいはい、映画見終わった後エスカレーターで下る時夜景が綺麗、もうそれがもう僕見せたくて必ずそこ行ってる、はい、そうなんですよ、私も一人で行くわ、まあ一人で行ってください、ね、俺も映画はどっちかっていうと一人かな、まあまあ一人で行ってくださいよ勝手にしてくれればいい、勝手にしてくれ、僕の経験ない今話、いや、まあ、そうです、それを見てその後個室、準個室のなんか料理、小料理屋でもなんか居酒屋でもいいですね、はい、え、それ初デートでしょ、初デートじゃないです、これは、あ、そうだ、何回目、これは、あ、その人と初デートです、その人と初デート、初デート、初デートで、ごめんなさい、その人と初デートえ、初デートでいきなり個室、え、準個室、準っていうのというか、準個室っていうのはなんかのれんみたいなのがあって、仕切りでは分けられてるんだけど、で、のれんくぐってご注文はみたいな、そうですよ、それが準個室で、それはまあ結局成就しなかった行為なんですが、はいはい、その時は必ず、じゃあ帰り際もう帰っちゃう寂しいなみたいな感じになったんで、じゃあまた次会おうよ、自然と言えたんです、なるほど、そういう空気作りにしないといけません、そうです、ね、だから最初のデートっていうのはすごい重要です、はいはい、もうこれで俺寂しいなっていう言葉出てきたらすぐ言ってください、あ、次も会いましょう、でその時は次どこ行くっていう話にもう自然となって、結局浅草で、その時ね東京スカイツリーができたばっかの時で、あ、なるほど、でスカイツリー行こうよっていう話になって、2度目のが決まった、で2度目だけで終わってしまったという話、あ、そうだった、はい、まあいろいろあって、ね。